メディアが23日伝えたもので、インド太平洋地域を重視するジョンソン政権の安全保障戦略の象徴として、日本やインドなど40カ国に立ち寄ります。台頭する中国を牽制する狙いもあるとみられます。出航前の22日にはエリザベス女王が司令官らの激励に訪れました。ジョンソン首相はインド太平洋地域の平和と安全への関与を行動で示し、我々の影響力を示すと意義を強調しています。この艦隊は7ヶ月をかけて地中海やインド洋、太平洋に展開し、日本では自衛隊との共同訓練も現在調整されていますと、こうなっております。はい、いいことやね。もう僕はね、もう一回日英同盟を結んでもらいたいな。21世紀版の、このね、同盟っていうのはすごい大事なことでね、まあ、今日本はこの日米安保やってますけど、はい、今僕今ちょっと日英同盟って言いましたけど、この日本は明治政府はですね、日英同盟というのを結びましたね昔、はい、でこの日英同盟が日本を守ったんですよ、日露戦争で勝てたのはこの日英同盟のおかげなんですよね。でところが、まあ、第一次世界大戦が終わって日英同盟を破棄しました。アホみたいにね、はい、これアメリカがですね、アメリカがこの圧力かけてね、日英同盟をいい、はいはい、ね、もうやめさせて、で日本はアホみたいに、いやいや、日英同盟なくなっても、日本、アメリカ、フランス、イギリスと、この4カ国でその何やったかな、平和条約をやったかな、忘れたけど、それを結べば安全やとか言うて、うん、あ、そうするとか言って日英同盟を破棄してしまったんですが、まあ、これはアメリカの思うままでですね、結局その日英同盟を破棄したことによって、まあ、結局日本はそのまま第二次世界大戦にとってややこしい世界に入っていくわけですが、いや、もうほんまにね、100年ぶりに日英同盟を結んでもらいたいと。イギリスのこのやっぱりインド太平洋開かれた、自由で開かれたインド太平洋戦略、これのまあ安倍さんの戦略がこれ実を結んで危機感を持ってくれた。それで去年の11月末に発表されたその NATO 2030でも、もうそのイギリス、中国のその台頭とこの侵攻についてものすごい危機感を持ってるから、このイギリスもこれで来る、でフランスも、そしてドイツもフリゲート艦をよこすことになりましたから、そうするともう世界中が中国のこの侵略をどう止めるかっていうのが課題になってきてるわけ。それを示すのがこのクイーンエリザベスなわけですけど、それを日本が共同訓練をやってデモンストレーションをやって、だから早く集団安保体制を築いてくれよ日本というデモンストレーションなわけです。だからそういうことを日本国民がいつ分かるのかっていうことですよ。いや、だからその前提としてはね、やはりこう憲法9条改正があかんのですよ、はい、その根本としてね、根本としてね、ところがその3年無駄にしましたからね、もう日本で3年間結局何もしなかったみたいなもんですよこれね。だからその平和を守るために憲法9条を改正しなければいけないということに意識しないといけない。私この間産経の正論欄にその国民の命の敵となった憲法9条という、論文を書かせてもらいましたけど、はい、それはもう国民の命の敵になってきたわけ、うん、これは対中国という意味で集団安保体制を取って中国に手を出させない体制を早く築き上げる、抑止力を早く作る、それを して中国の侵略を止めるということをしないと、単独で台湾も日本もブータンもベトナムもみんな危機にさらされておりますので、これは集団安保体制で平和を守りましょう、国民の命を守りましょう、そのために憲法9条改正が必要ですということを書かせてもらいましたけど、早く気づいてほしいと思いますね。まあ、これ私は何とも、もう口が酸っぱくなると言ってますけど、自民党というのは本来は、非常に不平等な安保条約、日米安保条約の改定と、そしてもう一つは自主憲法制定という、この2つの党税を持ってるんですね。もともと日本民主党という党
とそれから自由党という、はい、もう2つ の, その保守政党が、このままでは日本ダメだと、2つの保守政党でその政権争いをしている場合じゃないと、はい、やっぱりこう一つの大きな力となって、そして今言ったようにその安保条約の改定と、うん、そしてその自主憲法の制定、これに向けて、なるんだということで、それで、日本民主党と自由党が合体して保守合同で、はい、いや自由、今の自由民主党、自民党ができました。つまり自民党の大きな目的は安保改定と、それから自主憲法の制定、で安保改定は1960年に成し遂げたんですが、はい、もう一つの自主憲法ですね、自主憲法制定、だいたいそもそもね、うん、自主憲法制定いうことはおかしいと思いません、はい、そうですね、つまり憲法というのは、そもそもね、そもそも自主的に作るもんですよ、当たり前ですもんね、はい、それがね、そもそも自主的に作るもんです、だから憲法というのは自主的、自主憲法が当たり前ある、はい、それをわざわざ自主憲法制定と入れなければいけないというところにね、多くの日本人が、あ、今の憲法は自主憲法じゃなかったのね、うん、ということで気づいてほしいよね、はい、いやこれだから、あの百田さん の, あの日本国憲法 の, あの本にも書いてありますけど、はい、要するにドイツの憲法、あの基本方法ですけど、もう60何回変えてますから、戦後のね、だから次 要するに、あの、まあ、厚生憲法と南西憲法って、要するに変えられない憲法と変えられる憲法があるわけだけど、うん、日本の以上 の, その変えられないような規定っていうのは世界のどこにもないんですけど、はあ、あの国民投票がないんですよ、あのドイツの場合は、はあ、だからあの議会で決めたら、あの国際情勢に応じてどんどん変えていけるわけです、それでも60何回基本法変わっておりますので、だから、日本 の, その構成憲法硬い、はい、これがあまりにもきつすぎるんだけども、けど3分の2を取ってこの責任を放棄してきた、さっきの話の続き、自民党、これはあの歴史に対する大罪があると思いますよ、構成ね、あともう一つ言うとね、これも私言いましたけど、そのドイツも結局日本と同じように連合国によって無理やり憲法を押し付けられたわけですね、これはまあボン基本法と言いますけど、無理やり憲法を押し付けられたのは日本とドイツなんですが、実はドイツには憲法9条がないんです、相当するもの、つまり公選権は許さないという条文はドイツの憲法ではないんです、うん、はあ、つまり、お前ら戦うこと許さんと、いう憲法、そういう条文を押し付けられた国は日本だけやったんです、うん、まあ、ここにね、欧米人のもういわゆる有色人種に対する差別意識ありありですよね、うん、だからドイツはですね、だから戦争中、ドイツ系移民というのは普通の市民生活を送ってましたからね、とか日系市民は財産を取られる、強制キャンプに収容されるという、まあ、非常な屈辱が味わいましたよね、はい、でその戦後に対してもその非常に厳しくやられましたよね、これも本当に明らかにこう有色人種の差別ですよ、抵抗がね、またすごかったんですよ、あの1949年にその基本法ができるんだけど、そこまでのその抵抗の仕方がものすごいわけです、それで値を上げたんですよ、あの、あの連合国側がもう値を上げたの、あ、そうなの、うん、ものすごい抵抗が続いた末にドイツ基本法1949年にできたんですけど、だからその条項ないんですよ、そんな条項をあもうあの押し付けるような雰囲気じゃなくなってるわけ、値を上げた形でできて、さらにそこから60何回改正です、その違いがね、やはりね、でドイツはもう55年に再軍備しましたからね、1955年に、日本でいうと昭和30年か、はい、それでまあだからさっきも言ったように、要するに NATO はアメリカの核をシェアリングしておりますので、あの自分たちが核持つ必要がないわけです、シェアリングですから、あの分けてもらってるわけです、日本も欲しい核欲しいそれがね、今後の選択肢の一つとしてやっぱり議論の対象になる、核さえやったらな、ね、中国であんな偉そうに言われへんのやな核欲しいな、いやいや、百田さん、子供がおもちゃ欲しがるようなニュアンスでおっしゃらないでください、北朝鮮の核売ってくれへんかな、続いてのニュースは、では門田さん、いかがいたしましょう、うん、ちょっと7番いきましょうか、ね、7番、はい、今度はこちらですね、あ、これもね、やはりどうしてもこうなっちゃうんですかね、WHO 台湾参加実現せずというこのニュース、続いて深入りまいりましょう、共同通信によりますと、 WHO 世界保健機関の総会が24日オンライン形式で始まりました。来月1日までで新型コロナウイルスへの対応を検証した独立委員会の報告などを叩き台にした協議が行われるほか、 WHO の改革や体制強化に向けた決議案も出される見通しです。 WHO のテドロス事務局長は、今年に入ってからの新型コロナの感染者数が
すでに去年1年間の合計を上回っていて、世界は依然として非常に危険な状況下にあると警戒の継続を訴えました。一方、新型コロナの市中感染が急拡大する台湾は WHO に加盟しておらず、台湾と国交がある国などがオブザーバー参加を認めるよう要求しましたが、中国が強硬に反対し5年連続で実現しませんでしたと、こうなっております。いや、これの意味を考えてほしいんです。これ、はい、中国